今日の動画はポケモン、いやパル、いろいろなモンスターたちと一緒に拠点を大きくしたりバトルをしたり大冒険をしに行こうというゲーム、パルワールドというゲーム、今日はねやっていきたいなと思います。パルワールドで生きていけるように応援の高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで皆さん、やってまいりました。左にも右にも何やら見たことあるようなもう右とかさ、某エレブーじゃない？違うかな。ということでこのゲームみんな発売まだしてないんやけど、早めに遊べるっていう鍵をね開発者の方からもらったんで、今日はねちょっと早速ちょっとやっていきたいなと思って、めちゃめちゃね気になってたよね俺このゲーム。なんかねマルチプレイもできるみたいなんで、ちょっとクマくんとね一緒にまたやりたいね。あーなんかみんなキャラクター作れるみたいだね。まあじゃあちゃちゃっとこれやっていくか。ランダムでいいかなちょっと待ってランダム押してるけど、ちょっとさすがにちょっともうちょっと可愛いキャラクターがいいな。よしみんなどう、似てるちょっとライオンっぽくしようと思ったけど、これね人間しかないよね。ちょっとライオンの俺には優しくない設定だこれは。まあちょっとねさすがにゲームをやりたいんでゲームやっていこう。さあみんな、このゲームちなみにね、あこれがパポケモンじゃないよ、パルか、パルたちが黄色いな俺の。なんだ、なんか人間がライオンっぽくなるとこんな色になるのか。まあちょっとかっこいいでしょみんな俺だった。なんだ、塔が鍵だみたいな感じ言ってんね。なんか木が、なんていうの、樹木、そこにある木が真実をなんか知っているみたいな感じで書いてたの今。なんだ、どういう設定なんやろうね。なんかパルワールドって、おお来た、こんにちは皆さん、ノアンです。おお、いいねいいね、壁、風たちの、なんか今ゼルダみたいな音聞こえたんやけど、気のせいやんね。まあ、とりあえずちょっとやっていくか。あのね、パルたち俺はね捕まえてね、友達いないで俺全てのパルを捕まえたいよ俺は。うわ綺麗。なんかこのゲームね建築とかあったり、まあ、ポケモンっていうよりかはどっちかっていうとアーク、なんか恐竜のゲームあるしょ、アークっていう、ほらあれにちょっと似てるっていう噂は聞いたよ。なんかすごいな、待って、なんかいる、ツッパニャンいる、ツッパニャン。あでも一応チュートリアルからやっていこうか。落ちてる枝を拾うか、木を叩いて木材、これをで起きた、んこれでいいんかな。おりゃ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 、お木材ゲットした。左上にランクもあるんだ、レベル、建築メニューとかもあるみたいよみんな。あ原始的な作業台、木材2個買えますこれ。おお、なんかでもどこに置こう、もうちょっとなんかあっちらへん、ちょっと待って、なんかあそこにいるんよね。こんにちは君たち、パルト、あなんだかわいいね君、ちょっと仲間になろう俺たちの、俺の仲間に、ちょっと頼め頼め、これどうやって仲間になればいいのこれ。レベル1の子、この子欲しい、ちょっと手伝ってください俺のこと。おりゃ、なんか武器みたいなのが必要なんで、多分この子はダメージ与えれる、おお倒せる倒せる、おりゃ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 、友達になら、なろう俺たち。お来た、テクノロジーポイントゲットしたよみんな。ダメだこれ、多分倒しちゃダメなんかな。まあちょっとチュートリアルに沿っていこうかみんなチュートリアルが一番大事だ。とりあえずじゃあ原始的なやつをここら辺に置きます。よし、これで建築と、あーなんか時間とかもあるんだこれ、すげえ。いいね、もし俺こういう建築系めっちゃ好きやからね。あーやっぱ武器あるじゃん、コンボを作ろうよこれ。来た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 、いいね。これでねポケモンボールみたいなのも作れるはずなんよ。これだ、パルスフィア、あーこれ多分自分のレベルだ、レベルに合わせて、あーやっぱこれちょっとアークっぽいね。これがねあのポケモンでいうところのモンスターボールやと思うよね。パルジウムのかけらと木材と石がいるんだ。パルジウムのかけらください。あなんか光ってる光ってる光ってる、待って石じゃないこれ、これ石、あ来た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 、石だ、オッケーオッケーオッケー、ここにもあるね。よしよしよし、これじゃないパルジウムの、あパルスフィア、おおパルスフィアゲット、あ来た、投げると、投げちゃった投げちゃった、捨てちゃった、これ1個しか使えないんだ、捨てちゃったよ今の。ああれかなみんな、パルスフィアって、あやばい、ちょっと待って、危ない危ない危ない、これ大丈夫かな、オッケーオッケーオッケー、これかなパルスフィア、なんかこれっぽくない、なんか出ろいいの来い、あパルジウムのかけら、来た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 、これだ。ちょっともう一個ここら辺に建築して、パルスフィア、よし作れるね。投げるとパルを捕まれる道具、やっぱこれだ。まあマックスの5つぐらい、これでちょっと作っちゃおう一気に。よしこれでオッケーゲットした。でパルを攻撃して弱らせてからパルスフィアで捕獲と。パルくんどこにいるんだ。さあ俺の記念すべき1体目のパルちゃん、どんな可愛い子にしようかな。ああの子めっちゃ可愛いな、モコロめっちゃ可愛いんやけど。ツッパニャンいる、またツッパニャン可愛い、絶対これ進化したら、進化あるんかな進化したら絶対可愛いこれ。おりゃとりあえずオッケー、待って、あんまり攻撃しちゃったら可哀想だから、オッケーこれで攻撃、なんだこれどうやって投げるんだ、オッケーオッケーこうか、オッケー来た、 100% 捕獲率、おおゲットした、ツッパニャン出てこいで、おお来た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 、かわいい、ツッパニャンどこ行くの、
ちょっと待って、すごい逃げていく。今日から君も俺の仲間だ。ちょっと待って、ここら辺にいる子俺もちょっとゲットしたいな。玉コッコレベル3強そう。じゃこの子もちょっと俺がいただこう。オッケー、玉コッコ取りゃゲットして、お待って、スッパニャン攻撃し、あ、スッパニャン攻撃してくれるんだ、いいね。でも俺のちょっとパルたちゲットしたよ初めて。これでじゃとりあえず開けた場所にパルボックスを建築しよう。あ、パルジウムのかけらがまたいるな。玉コッコ行こう、こっちこっちこっちで、ちょっとね、あのパルジウムのかけら手に入れていこう。とりあえずね、これパルジウムめちゃめちゃ回収していこう。これね、みんなツルハシとかゲットした方がいいんじゃない、なんとなく俺はそっちの方がいい気がしてきた。でツルハシをしっかりと使って、ツルハシでこういうのをゲットするんじゃないかな。ほらこっちの方がなんか取れてそうじゃないわかんないけど取れてそう。まあ、こういうあの採取系のゲームはこういうのをするからね、楽しい。俺ねこういう系のね建築とか素材採取とかめちゃめちゃ好きなよね。あとね石が欲しいな、あった石。おー、なんかみんなでもこっちになんかあるぞ。ほらこれ何、宝箱だ、これ何、開こう。おお、石ゲットした。おし、ちょうど石欲しかったよね。こっちもなんかあるね、拾う。お、なんか薬品みたいな、パルスフィアゲットした、ありがとう。よしよし、じゃあこれでとりあえずパルボックスっていうやつが作れるはず。あー、あとねみんな、なんかこれレベルが上がることで俺のねステータスポイント触れるみたいやね。ステータス強化しちゃおうか。まあさすがにやっぱり攻撃力かな、俺はやっぱり入れたいのは。オッケー、パルボ、あった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 、今これだ、これだ、これで建築するんだ。どこにしよう、まあ、この辺とかにする、みんなが見渡しいい感じの、いいんじゃない。これで長押しで建築すると、いいね、ちょっと夜になってきちゃった来た来た来た、これ夜真っ暗になるのかな、暗いのちょっと嫌だな。でこれでパルボックスで、おお、なるほど、これがポケモンセンターだな、簡単に言うと。ああ、これで入れ替えたりできるわけか、なるほどなるほど。ちょっと朝になるまで俺これここら辺で素材回収しよう。なるほど、あ、待って、何、なんか低温症みたいになった。あ、これ夜なんだ。お、来た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 、来ました来ました、皆さんこれで明るくなったわ。うぅ、怖いねこの世界。でね、ここに俺の空腹ゲージがあるんで、玉コッコのご飯でも食べようか。ちょっとねみんな、チェスト置こう、チェスト置いて、あ、ツッパニャンめっちゃ手伝ってくれる、ありがとう可愛いな。でこれで俺のねちょっと荷物が多いみたいなんで、ちょっと移動させていこう。ちょっといらなさそうなものは全部置いていって、まあ、繊維とかもいらないでしょ。 OKOK、 これで軽くなったね。なんか重くなりすぎる。おお、なんか、え、可愛いんやけど、見て、可愛すぎる。ツッパニャ、君はもう俺の一番弟子だ、めっちゃ運んでくれてんね、ありがとうありがとう。でパルボックスがなんかいろいろとアップグレードできるみたいなんで、アップグレードしたら低質なベッド、次はまた建築をしてくださいってことかな。これか、羊毛と木材がいるんだ、なるほどね。まあちょっととりあえずちょっと仲間を探しに行こうよ、仲間。お、なんかパルジウムのかけらめちゃくちゃある。ちょっと俺こういうの見かけたら全部俺採取したくなっちゃう全部採取したいよ俺、仕方がない、行くか。でもあ、羊毛って多分この子が持ってそうじゃない。ちょっと羊毛を君からいただこう。とりゃーとりゃー、うお、攻撃してくるんだこの子たちも。危ない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 、なるほど、やばい、でも結構強いな敵が。おりゃ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 、頑張れ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 、いいよ。ちょっと待って、なんかスフィアいる、スフィア、オッケーオッケーオッケー、倒した、羊毛ゲットした、めっちゃ倒せるじゃんやっぱり。うわ、ここら辺ちょっと敵多すぎじゃない、怖いんですけどやばい、めっちゃいる、めっちゃいるこの辺。え、ここに拠点立てた方が良かったな。じゃあ絶対に、なんか採掘できる場所多いし、みんななんか新しいのいるぞ。ちょ、さすがにネムラム、かわいい、ネムラル、君も俺のものになってくれやばい、これ HP 結構高いな、いけるかな、ちょっと頑張って、おりゃおりゃ、ちょっとだけ弱らせてあげよう、おりゃ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 、ツッパニャン頑張れ。やばい、なにこれ、エナジーボールみたいな来てる、危ない、200ダメージ、ちょっと強すぎない、やばい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 、よしよしよし、逃げて、やばい、ちょっと待って、これ強いな、ちょっとこれ作ろう、一旦これ作って、やばい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 、ちょっと待って待って待って、分かった分かった、ちょっと待って、一旦話し合わないか俺たち、一旦ちょっとこっちおいで、やばい、助けて、ネムラム、君さえ仲間になってくれればすぐに召喚したいのに。おりゃ、いけるいけるか、いける、いけるいけるいける、待って待って待って、いける、オッケーよし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 、一旦この子捕まえて、まずいまずい、よし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 、ネムラル行け、よしよしよし、戦ってくれその子と、頑張って頑張って倒して、大丈夫、オッケーオッケー、この子も捕まえちゃおうか、この子も捕まえようよ、いいよ、ネムラルいいよ、なんぼ 36% まだダメだ、やばい、ネムラルやられちゃった、もしかして、仕方がない、おりゃおりゃおりゃ、あ、いける、いけそうじゃない、いけそうじゃない、90 97%、 これはさすがに入ったっしょ、
頼む、仲間に待ってくれ、頼む。オキャやった、危なかった。もうすぐに仲間にする。危ないと思った敵は仲間にしちゃうから俺。ちょっとみんなここら辺にちょっと基地作っていこう。あー、パルボックス1体しか作れないんだ。ちょっと待って、じゃあ上のやつちょっと解体してくるわ。いやけどみんなどうやってこれね解体するかわかんないね。とりあえずここにさ荷物いっぱい置いちゃったし、まあさすがにここで生活するか。ドック船とかも手に入れて、やばい、ちょっと待って、全然チェストが足りない、マジか。で斧も作ります。やっぱりね斧が多分大切やと思う、この木を取る作業には。これって木を、ほらほら、めっちゃ取れる、めっちゃ取れる。やっぱりねこう対応したものでこう採掘していかないとダメってやつやね、まあ、これはクラフトあるあるですね。これこの場所でよかったな、木もあるし石もあるからね。ここ、これこの場所でちょっと俺建築というかこれ頑張るわ。一旦これ木材とかめっちゃ集めよう。でこのベッドをね作らないといけないみたいなんで、ちょっとベッドをどっかに作りたいんやけど、屋内屋根がある土台の上に建ててください。うわー、これもしかしてみんな木とか作らないといけないんだ、これまずいこんな狭いところで作るべきじゃなかったよみんな。まあでも仕方がない、これは一旦ここに作って、で壁もしっかり建てよう。これあやばい、ちょっと待って、間違えた。待ってみんな、これってどうやって取り除くんだ。待ってみんな、これってどうやって取れるんだ。建築の解体がわからない建築を解体してくれ。 OKOK、 よしよしよし。え、これはこんなことしないといけないの、建築の解体ってそんなことある。でこれでよしよしよし、これでいいんじゃない。おお、すごいすごい、まあ、簡易やけどね。で木の屋根も作ってと、 OKOKOK で、ここに、このベッドを置きたいんよね俺は。あーいいね、ちょっとベッド反対向けてください。 OKOK、 もうベッド寝るだけのためのこれ小屋なんで、皆さんあんまり文句を言わないでくださいこれ見て、めちゃめちゃいい感じじゃない。やったー、来た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 。これでパルボックスがさらにミッションクリアなんでレベル3と。いいね。でこれで拠点にいるパルが、おー結構増えたね。多分ここら辺の拠点にパルを入れることでなんか作業とかしてくれるのかな。この2人はちょっと HP が足らないんでちょっと回復していただいてあげよう。よしよし、じゃあその間にやっぱりもうちょっとねモンスターが欲しいね。ちょっと捕まえてこようか。なんか突っ張に、あーレベル2か、レベル3がいいな、どっちかっていう。なんか新しいし、待って、なんかある、新キャラとかも集めてか。俺ねこういうの図鑑集めてか。なんでこれ拾う。お、クルリスの像、力を預け、パル捕獲力が強化される、めっちゃいいじゃん。水辺ポケモンとかいないんかな、ポケモンじゃないよ水辺パルとかいないんかな。ツッパニャ、あーちょっとじゃあごめんねごめんね、ちょっとわかった、ごめんねごめんね、はいはいはい、これぐらいにして、はい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 、君もちょっと仲間になってほしい、俺は仲間になってほしいだけです。でこれでちょっと用意してと。いいね、いやーこういうのはねやっぱりね、なんかクマくんとかと友達とかと一緒にあれやりたいね、こう建築みたいなとかは。はい君やって、待ってペンタマンとかいうやついる、待って新しい ポケモンじゃない新しいパルだ。みんな俺はちょっと倒したい、この子ちょっと俺は捕まえたい。これじゃない、おりゃおりゃ、ペンタマン俺の仲間になってくれ。いけるいけるいける、ちょっと強いか、ちょっと強いけど、なんだ、危ねえ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 、やめて、そんな恐ろしい攻撃を、これいけませんいけません。よし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 、一旦避難、一旦避難して攻撃をしっかり避けて、痛い痛い痛い、うおーマジ、ちょっと待って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 、聞いてない聞いてない、危ない危ない危ない、ちょっと待って、モコロンが今ツッパにありがとう。オッケーオッケー、今のうちにペンタマ攻撃して、はどこ行った。オッケー 74%、 もうこれぐらいでいいんじゃない。オッケーオッケー、 85% まで上がってる、頼むください。俺な 93%? お 99% やったー待って、めっちゃ可愛いよみんな、これこれ、あ、ありがとうね今まで。ペンタマ可愛いね君、よしよし、これはいい収穫だ。じゃあペンタマ一旦ちょっと君の HP 回復もあるし一回戻ろう。あ、しかもこれボールの中に入ってる間 HP 回復するんだ、いいねいいね、それはありがたい。ちょっと待って、俺の家どこだっけ待って、家どこだっけ。よーしみんな帰ってきたよ、これじゃペンタマをちょっと回復させてあげてと。よしよし、だいぶこれでね、おー建築してくれて、あー待って、ここ、あーなるほど、こうやって採掘してくれてるんだ、なるほどなるほど。ここの拠点にいるパルたちはほら採掘とかしてくれるって感じかな。また夜になってきたね、これ夜になった時さ寝れないんかな、寝れる、お寝れる、これもしかして朝になれる。結構夜ねきついよね、こう動画的に。おお、おなんか朝になった気がしないこともないこともない。ちょっとなんかねいい感じの武器欲しいな。なんか弓があるねみんな、弓よくね、弓ちょっと作ろうよ。
お、一緒に手伝ってくれてる、ありがとうね、ムラム。いいねいいね、こうやってねみんなと一緒に作業できるのいいね。ありがとう。あれ、お、かわいいねかわいいね、本当に君たち。で、多分矢を作らないといけないから、まあ矢は作っていこう。でね、多分修理台が必要なんで、ちょっと修理台は作っていきたいなと思います。ありがとうありがとう。おー、みんなでこれ建築すると早いよ。ありがとうありがとうありがとう。なんかポケモンパルたちと一緒にこうやってやれるの。あ、待って、逆だった俺。うわ、最悪、めっちゃ気になるこれ。もう仕方がないや。で、こういうものを、あー、ほら修理できるんだ。いいねいいねいいね。よーし、これで俺の武器が新しくなったと。じゃあちょっと行くか、みんな。さすがにそろそろ新しい世界俺見たいよ。また新たなパルを探しに行こう。多分この道沿いにどんどん行けばいいと思うから、まあ、こっち行こうか。拠点が離れるのがちょっと嫌だけどな、また戻ってくる。でもファストトラベルがあるみたいな書いてたから、まあまあ楽そうではあるけど。うわ、待って、みんな、グランモスレベル 30! 待って、何これ、欲しい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 。ペンタマン、まずい、俺たちは絶対に負けるだって俺たちレベル6やもん。38よ。ちょっとお話は話し合いませんか。うわー、この子ゲットしたいな。なんか絶対これさ、背中に乗ったりできるっしょ。うわー、羨ましい。待って、なんかある、あそこに。あの子ゲットしたい、めちゃくちゃ本当に欲しいよ俺。あ、待って、何これ、可愛い子いる。ゴクリンみたいな子いる。これ名前はなえもち。あ、なえもち、ちょっと君俺の仲間になってくれ。なえもち頼む。オッケー、待って、なえもち俺の仲間に。よし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 、なえもち、とりあえず俺の仲間と。どん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 ゲットしていこう。多分ね、ゲットすればするほど俺のね経験値とかも上がるっぽいんで。これは何かな、ファーストトラベル回復。おお、やったやったやった。あ、待って、これでさっきのさ場所まで戻れるね、俺の家まですぐに。うわー、なんかめっちゃ広いマップ、楽しいな。なんかこういうゲーム久しぶりにやるから普通にめっちゃ楽しいわ。なんか遺跡みたいな来たよ、みんな。あ、なんか変な人いる。こんにちは。見たことない顔だな、まさかよそ者か。まあいい、パルを捕まえる方がいい。同じ種類でも10匹までの多く。へえ、なるほど、捕まえる捕まえるほど、なるほど。じゃあガンガン捕まえていいんだ。これでまた拾って、じゃあもう片っ端から捕まえちゃおうかな。これなんだ、これは拾う。なんか出機ゲットした、出機。あ、待って、これは持ってない。君ください、俺に。ミルフィー、ミルフィー、俺の仲間になろう。よし、これはもう確実に勝利です。ここにはミルフィーがいる、おりゃミルフィー、あ、やばい、パルスフィアがない。やばい、ちょっと待って、わかった、ミルフィー、あミルフィー取りたかった。ちょっと待って、パルスフィアゲットしに行こう。モンスターボールが全然ないわ、そういえば。てかみんな、今気づいたんやけど、これすげえダッシュできた。え、待って、みんな、なんかいない、なんかいない、なんかいない。角紙、これは何、欲しい角紙。おりゃ、ちょっと角紙、俺の仲間になってくれ、頼む。待って、ペン玉がやばい。角紙、ちょっとだけ、ちょっとだけ。うおー、危ない。ちょっと待って、あの奥のグラモスだけはダメだ。グラモスに近寄らせてはいけない。よし、ナイス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 、氷ナイスナイス。いてぇ、やばい、痛すぎる。ちょっと待って、パルスピアがない、そういえば。ちょっと一旦避難、一旦避難。ペンタマごめんごめん、ちょっと待って。俺ね、弾がなかった。ちょっと捕まえようには弾がなかった。やばい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 。ちょっと待って待って、帰ろう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 。帰ろう。ここ。はい。危ねえ。焦った。みんな、さっきの子いなくなっちゃってるわ。うわー、なんかさっきのすごいレアそうやったのにな。なんか鹿みたいな。かっこよかったのに、どこ行っちゃったんやろ。もうガン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 攻撃していこう。オッケー。お、なんだ、卵ある。え、なにこれ、平凡な卵。卵孵化装置に置いて孵化させる。卵とかもあるんだ。ちょっとじゃあ別のとこ行こう。待って、いた、いた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 。さっき、お、待って、2体いる。待って、どっちがいい、レベル高い方欲しい。名前は角紙、レベル9。レベル9か、どっちも。さっき10やったのに。角紙、ちょっと待って、角紙すごい逃げてくる。弓矢でこういう、ちょっと待って、2体引きつけるのまずいから、1体だけでいいよ。頼むよ。ここ。いい、120ダメージ、強いよ。ちょ、強くない？ナイスナイスナイス。ここ。いいよ。ここ。あぶねえ。いいよ、めっちゃいい感じ。半分まで削れて、うわっ、あぶねえ。ちょっと待って待って待って。これ、待って、ミスったミスったミスった。どうやってボル通るんだっけ？違う、40。とりあえず、はい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 。とりあえずこっちももう打たないとまずい。オッケー。うおー、マジだ強いな、やばい。復活させてくれ。どうなった、これ捕まえれてないかな。捕まえ、待って、捕まえれてる、みんな。これはいい仕事をしました。
やっぱただでは死なない俺は。え、角紙超強そうじゃない、ほら。え、かっこいい角紙。ちょっとどこ行くの。背中乗れたりしないかな。乗れないか。見てみんな、あと卵焼きとかも作れるようになってる俺。え、すごいね、建築がおもろい普通に。でさらにここら辺に農園も作っちゃおうか。この場所でいいんかな本当に。まあここら辺後で解体もできるようになると思うから、適当にここら辺に農園作ります。オッケー、これであとは成長を待ってればいいって感じかな。ほら作業段階成長、あーこれ溜まっていくんだ。なるほどなるほどね。結構ね拠点もいい感じになってきたんよね。ありがとうね、みんなほら手伝ってくれるんよこれ。本当に可愛い本当に可愛いよみんな、このゲームめちゃめちゃいいよこれ。じゃあついでにね、なんか石像が作れるみたいなよね。ちょっとなんかねルカリオみたいな感じのね石像があったね。ほら来たみんな。あ、こっち向きか。うわ、かっこいい。ルカリオではないよ、みんな。自分の能力を強化する。え、こんなんできるんだ。へぇ。あー、クルリスの像。さっきのゲットしたやつか。まあ、さすがにちょっとさすがに自分を強化してった方が良さそうやと思うから。いいね、いいね、いいね。これでパルを捕まえやすくなったってことね。あ、待ってみんな。キツネビ。キツネビは知らない。これは欲しい。んー、とりゃ。いいダメージ。ほほう。いいね、200ダメージ美味しすぎる。ちょっと待って、待って、倒さないで。うわ、倒した？うわ、ちょっと待って。押し間違えたボタン。くっそ。ちょっと待って、それ倒さないでまだ。オッケーオッケーオッケー。待って、はいはいはい。よし、危ない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 。よし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 。さすがに捕獲率 100% っしょ。オッケー、キツネビー。いいね。でもね、俺一つちょっと嫌なところは、倒したね、パルが残り続けるんよね。なんか、倒れないでほしいな。ちょっとなんか、なんていうの？どこか遠くに帰るみたいな仕様にしてくれるとちょっと嬉しいな。なんかちょっとかわいそうになっちゃうから。なんかでも、ミルフィーもいる。ミルフィー取るか。ミルフィーちょっと普通に強そうやし。個体値みたいなのもあるんよね。なんかこのキャラクターは、あそこで作業させた方がいいとか、持って行った方がいいとか、そういうのもあるから、いっぱいやっぱりゲットして、個体値がいいのをゲットするっていうのがいいね。ほら、経験値ボーナスもね、10体まで入るから、全然10体まではガンガン取っちゃって良さそう。結構楽しんじゃってないけど、普通に。待って、なんか戦ってない？ないないない。密猟団ルーキー。グラも戦ってる、密猟団と。これは美味しいところだけ取れないかな。すごいすごい。めっちゃいい感じ。うん、1200ダメージはやばい。俺 HP500 しかないもん。おぉ、やばすぎる。やばい。一瞬でやられた。これダメだ。絶対にこれ攻撃しない方がいい、今は。1000ダメージやばすぎる。え、俺何もしてないよ。俺違うよ、何もしてないよ。人間も、あ、これか密猟団。なんか忘れ物とか置いてってないかな。うわー、これグラモス倒したいなー。35レベル。ベリーゴートいる、みんな。ベリーゴート、待って、これ可愛いぞみんな。待って、逃げる逃げるな、卑怯者。おりゃ、いいよ。やっぱこれ頭ダメージあるな。頭ダメージ入れると結構減る。おりゃ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 、いいよ。ベリーゴート頑張って倒せば俺の仲間になってくれるはず。頑張れ頑張れ頑張れ。もうちょい削りたい、ここ。いいよいいよ、ありがとうね。戦ってくれてる間にしっかり、いったこれした方がいいな、ちゃんと。いったい、あ、なんで倒した、はあ、そんな倒してるじゃん、何やってんの。いや、やっちゃってるな。あ、待って、またそこにも新しいキャラクターいる。でもエステッパ、これは欲しい。新しいキャラクターは欲しい。危ない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 。待って、これ怖い怖い。どういう攻撃するのか分かんないから怖い。 OK、 とりあえず取って、ちょっと待って、俺ちょっと悲しすぎる、さっきの。あ、待って、またいたまたいた、違う、さっきあれ倒したやつだ俺が。あ、待って、クルリスっていうキャラクターいる、これ可愛い。パッチリスみたいなパッチリス、ちょっと待って、仲間になろうよ。これ角神の生息地だ、ここ。めちゃくちゃいいところ来た。角神は正直ね、何体いてもいい。これはちょっと何体も欲しい俺。 OKOKOK、 ありがとうありがとう。これは何体も欲しい。やばい、これは、はい、避けてく。待ってね、しっかり頭狙いたいんやけどな。無理か、ちょっと待って、めっちゃ来てる。後ろからも来てないこれ。待って、角紙欲しい。やばい、 33%。 いや結構難しいんだこれ、捕獲率。さすがにこれ出るか、やばない。よし、いけそう、これいけそういけそう。 100% になった。 OKOKOK、 よしなら、この子も頑張って取りたい。やばい、はい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 。こう買おう、なるべく頭狙いたい。ここ。はい。よし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 。あとはこの子たちは、ショロー。よし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 。モコロン。ありがとうありがとうありがとう。ありがとうありがとう。どう？どう？どう？
よしよしよし、角紙2体ゲットできたの、ちょっと美味しいかもこれ。でもさっきのなんかベリーマンみたいなやつ取りたかったな。ちょっと待ってね、これどうやって帰ろうか。ちょっと待って、ファストと、ベリーマンいた。違う、ベリーマンじゃない、待って、違う、ベリーマンもいる。あ、これ多分同じ場所にリスポーンするのか。ちょっと待って、これ引きつけよう。これベリーゴート、これ多分ね、ちょっとダメ、あの3人連れてきちゃダメだ。あ、1体だけでいいよ、1体だけで、君だけでいい、君だけで。こっち来てくれ、頼む、こっちに来てくれ。待って、それ以上攻撃しないで。はい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 、よしよしよし、これはさすがにいった、さすがにいったんじゃない。マジか、怖い。く、待って、これちょっと怖いな。いやでも HP がもうないよ。待って、でも HP がそろそろないはずなんやけどな。頼む。え、マジで、マジで、痛い痛い痛い、やばいやばい、これ俺のダメージがやばい、俺のダメージがやばい。頼む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 、よしよし、痛い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 、すごい、なんかツタが、俺の体にツタが走れない。あー、よかったよかったよかった、あんな攻撃もしてくるんだ、高速というか、すごい、とんでもないな。ちょっと俺一旦家帰ろう、暗くなっちゃうし。待って、何、襲撃って何、びっくりした、俺今ご飯、朝ご飯作ってたんよって。何何何何、襲撃って何、みんな帰っておいで。はいはいはい、帰ってきてね、帰ってきてね、はいはい、危ない危ない危ない、なに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 、やばい、人間が攻めてきたか、もしかして。許せねえ、やばい、弓矢がない、弓矢まだ作ってない、ちょっとやばいやばいやばい、許せない、おりゃ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 、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと強いこいつら、ちょっと待って、まずいどうすればいいのこれ。はい、ナイナの攻撃してくれ、オッケーオッケー、みんな倒してくれ、オッケーオッケーオッケー、よいしょ、おお、頑張れ頑張れ頑張れ、みんな家を守るんだ、みんなで、いけ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 、おお、強い強い、おお強い、おお待って、美味しすぎる、どんどん、なんか荷物めっちゃ落とした。やったみんな、追い返したぞ俺たちで力で。やったよみんな、ナイスっていうか、めっちゃ美味しかったな。なんかめちゃくちゃお肉とか持ってきてくれたぞあいつら嬉しい、ありがとう。じゃあ朝ごはんの時間にするか。みんな見て、パラシュートとか毒の弓矢とか、あ、服作れるようになってる俺。服ちょっと一個さすがに作ろうよ。おお、来た来た、みんなほらかっこいい俺。ちょっと待って、俺なんか体緑色じゃないなんか俺緑色じゃない体、気のせいやんね、黄色にしたつもりなんやけど。みんな見てほら、こうやって撫でれるんよ、可愛くない、めっちゃ可愛い、いいね、こういうのもできんのか。しかもね、こうやってね、ほら作ってくれるんよ、はいや君作んの、ほら、でこれでお腹減った子は勝手に食べてくれてたりするんよね。能力に応じてできる仕事としてできない仕事があるんよ。この子とかやったら火の能力を持ってるよね。火起こしっていう能力持ちの子はこうやって火のね、こうローストを手伝ってくれたり、この子はね手作業の能力があるんで、手作業のこれクラフトを手伝ってくれたりすると。なるほどなるほど、こうやってどん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 この子たちと一緒に頑張っていこうということか。ちょっともう一個作業台作ろうか。 OK、 ここでもう一回作業台作って、別のもここに、やばい逆だった、また逆に作っちゃった。でこういうパルスフィアとかをこうやってやって、で手作業ができるこういう子を担いであげて、ここに、あ、もう誰かやってる、あ、もう誰かやってくれてる、ありがとうありがとう、あ、ありがとうありがとう。こうやってみんなで作業できるようになっていくと。オッケーオッケーオッケー、すごいぞ、めちゃめちゃ分かってきたこのゲームのことがありがとうね。この子とかは角紙とかは、角紙とかは伐採能力があるんだ、これ作業の。じゃあこんな感じで伐採のところに持っていってあげればいいんよ、こういう子を。じゃあここら辺で、はい、お仕事頑張ってください。あ、寝た寝た大きな、はい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 、ここら辺でねお仕事してください。伐採のお仕事ありますよ、いっぱい。そうそう、あー、よしよし、始まった、よしよしよし、頑張ってね、よしよし、あー、オッケーオッケー、手作業できてるね、ありがとうありがとう、すごい、みんなでこれ作業できてる俺は今、ありがとう、弓矢もありがとうね。でね、みんな2回押しでほらこんなもできるようになったよ、みんなこんな感じで、どっとりゃーって言って、おー、すげえ、ちょっと待って、これ、スタミナ使うのか、うわ、ちょっと待って、危ないスタミナ使うのか、これ。まあ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 。いや、でも俺はね、パルの使い方も分かったし、ちょっと今日は、最終目標、最終ではなかったけど、あれ倒したかったんよね。38レベルのやつ。さすがに早すぎるかな。頑張ればいける気がするんやけど、気のせいかな。頼むよ。まず一旦これ避けます。やばい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 、やばい、全然ダメージ食らってないわ、やばすぎる。ちょっと待って、一旦これしっかり避けて、で角紙に攻撃当たらないように、ちょっと待って、やばいやばい、なんかやばいやばいのが来る、あぶ、角紙やばだ、ダメだ、
全然1しかダメージ入ってない。終わってるからダメだ。ダメダメダメだ。全然逃げよう。全然逃げよう。全然逃げるぞ。つながみ、つながみ、戻ってこい。よしよし、つながみ戻ろう。オッケーオッケー、ちょっとこれだ、俺のせいだ、俺のせいだ、これちょっと行くべきじゃないから。1ダメージしか入ってない。危ない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 。逃げたか、逃げたかって、俺がね俺が逃げたんやけどね。僕はちょっとない持ちでもちょっと君持って帰っていく。俺はちょっとどこまで行けるか行ってみようかな。お、待って、新しいパルだ、ホークイン。え、こういうのにさ乗れたりしないんかな俺たちって。さすがにまだここ、いいよ。108結構ダメージ入ってるよ。いいよ。待って、危ない、怖い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 、危ない、しっかり避け。待って、今ダメージ入ったのか。ここホークイン、やっつけたい。さすがに、さすがにいけた。 54%? 54% だけど、どうだろう。いやーまだか。いやこれ倒しちゃいそう、倒しちゃいそうなんよね。あともう本当にちょっとなんよ HP。 ダメか、頼め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 、オッケーよしよしよし。あ、角紙もいるね。角紙も取っとくか、ついでに。はい、ここ避けて、かっこいい避け方、かっこいい。これ最大まで貯めて撃つことで結構ダメージが入る。これすぐに帰れたらいいんやけどね。こっちにタワーがあるからこっち行こうか。いやーみんな、うわ、なんだ、なんかとんでもない場所に来たな。また新しい場所に来たね。このタワーなんなんやろ、ちょっと行ってみようか、気になるよ。スッパニャンにいるけど、ここちょっとあれ、あ、待って、なんか洞窟みたいなのもある。ちょっと待って、どんどん行きたいな。あ、この音楽この音楽まずくない？これゼルダの伝説の音が聞こえるんやけど。俺そんなことない、ゼルダの伝説と全く同じ音が聞こえるんやけどね。俺気のせいやね、さすがに、さすがにアウトになっちゃう可能性もあるしね。みんな寝てる、みんな寝てるね。やばい、でもここら辺でみんな戦ってる。なんか、おーすごい、あ、待って、メルパカと戦ってる。メルパカが欲しい。やばい、なんか捕まえられてる。メルパカが欲しい俺。分かった、君たちメルパ、やばい、人間捕まえた、人間捕まえた人間って捕まえれんのこれ。入ったんやけど、たまに。やばいやばい、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。よし、それ欲しい、それ欲しい、頼む頼む頼む。オッケーオッケー、メルパカゲット。これ大丈夫かなこの子。ちょっと待って、これやばい、こいつやばい、危ない、なんだこいつ、人間許せませんよ俺。まあメルパカが逃げちゃった、まあいいや、あの子はまあ取ったからいいや。ちょっとこの子大丈夫かな。なんか長押し解放してあげよう。何これかわいい、なんかシェイみたいな子が。大丈夫、あれ消えた、植物の、あ、捕獲したんだ俺。食いしん坊のパプリーナちゃん、パプリーナちゃんゲットしました。こんなんもあるんだ。まあよかったよ俺は助けれて。よし、じゃあまあ一旦今日はここまでにするが、この塔だけちょっと調べようか最後に。これなんなんやんやろ、ほらとんでもない塔がねあるんよ。ここをちょっと入ってみたいな。こんにちは、ボス戦。え、何ボス戦って。さすがに一回行ってみる、さすがに気になりすぎる。お、何ボスとかあんの。あームービーだ。こんにちは、あ、これよく見た子だ、エレブンみたいな、最初見た子やね。かわいい、あれ俺欲しい、かわいい、誰、あ、ボス、ジムリーダーみたいな、ジムリーダーだ多分。ちょっと待って、うわ出たな、俺が欲しい子だこれは。うわかっこいい、ゾエ&グリゾーボルト、グリズボルト。え、ちょっと待って待って、俺は、俺のパルたちは、やばいやばいやばい、俺のパルたちも出して、とりあえず弓矢で戦うしかないよね。やばい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 、どこ行った俺は。あ、合ってるのかこれで。いやちょっと待って、 HP 高くね、やばい、これまずい、避けるタイミングが分かんない。ここ危ない、はい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 、ここ、ちょっと待って、これ HP 弱いなこれ。ちょっと待って、俺ボス戦行く体じゃないこれ多分危ない危ない、避けてく、避けれるけど、これ多分攻撃が入んない、全く。これ攻撃するか、普通にコンボで、コンボ20ダメージ、やばいやばいやばい、コンボがやばいこれやばいよ、やばいやばいやばい、これはきついよ。まあ多分生き残りはするけど、やばい、なくなった、なくなっちゃった、あれが。ここ、はいはいはい、で攻撃しても33ダメージダメだこれ、絶対に勝てないこれ、これはや間違えた、来る場所を間違えました皆さん。痛い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 痛
ダメだいやそりゃそう、そりゃそうよ。多分これね、もっと後だ攻撃力が弱すぎた俺の。いやー、ただいまみんな。うわ、すごい寝てるみんな。でもよかったよ、みんなの可愛い寝顔が見れてよかった俺は。よーし、みんな朝になったよ。おはよう。今日てかね、このね、ルカリオみたいなキャラクターめっちゃ欲しいよね。いや、ということで皆さん、今日はパルワールド、まあ、ちょっとね、触りしかまだやってないけど、ボス戦とかもあったりとか。いやてかね、普通にね、こんな可愛い子たちと一緒に作業ができるっていうのがね、すごくいいですねよかったもんね、みんなも概要欄にちょっとダウンロードリンク貼っとくんで、このゲームやってみてください。めっちゃね、可愛いよ。多分目的としてはあの木やろうね。あの木が真実を知ってるみたいな感じ言ったから、あの木のところに行ったりするまでにボス戦とかやったり、なんかさっきパルたちが捕まえられたでしょ、ああいうロケット弾的なポジションの子を倒しながら、このパルワールドの世界をどんどん、まあ、攻略していこうという感じやね。これマルチモードもあるからね、次はちょっとクマくんでも呼んで一緒にやってみようかな。ということでね、この動画楽しんでくれたり、このゲームの続き待ってるよと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしく。またね、みんなの声が多かったら続きやっていきたいなと思います。かわいいね、ほんと。ということでまた明日、バイバーイ。